で紹介するのは、これは日本取引所グループ、俗に言う JPX ですね。はい、JPX っていうと証券取引所のことなんですけど、それ大阪とか札幌、福岡とかね、東京ありますね。それをまとめてる会社が JPX ですね。はい、ですからね、まあ JPX が潰れるってことは取引所が潰れちゃうっていうんで、日本経済めちゃくちゃですよね。だからこういうこの銘柄はね、絶対安心。はい、で株価の方は上がってます。上がってますね。でただ一時最大まで上がってから結構下がっちゃってるっていうのが現状ですね。はい、ではね、内容ちょっと見ていきますね。 JPX、 はい、これ株主総会の通知ということですね。はい、議案が1号議案、2号議案ですね。私100株になります。はい、で次が議決権、これ議決権行使ですね。はい、で配当金はちょっと書かれてないのかな。あ、振込先書いてるだけか。配当金は決議の中ですね。あ、配当金はもうすでに決まってるんですね。はい、1株当たり37円だから、3700円、ちょっと少ないかな、少ないですね。はい、まあ、配当金ですね。はい、では議案書を確認していきましょう。はい、第22回ということで、まあそんな歴史のある会社ではないですね。で場所は、日本橋でやるんですね。で、場所はどうだろう、ここ。うん、隅田川があって、日本橋だから人形町か。はい。人形町っていうと、都営浅草線ね。うん。はい。で、半蔵門線も来てるんですね。うん、箱崎ジャンクション。ああ、懐かしい。この辺、だいたいわかりますね。はい。そうですね。ちょうど問屋街なんですかね。はい、人形町って言うとね、はい、洋服の問屋街ですね。はい、で、6月16日に総会が開催されるということですね。で、1号議案は、定款の一部変更。まあ、これはね、気にしなくていいですね。で、JPX の社長、代表執行役員ですね、の方です。はい、まあ見た感じ、高齢の方ですね。で、定款の変更は別に、もう、大体当たり前のことをやってるだけなんで、特筆して聞くことはないですね。はい。と書いてありますね。うん、第1号議案は、当社の社外取締役としてという、8年を超えていないものであることということですね。で、社外取締役は8年以内という制限があるんですね。まあ、どの会社でもそうですけど、8年って結構任期長いかもしれないね。それで、では、役員さん、ちょっと見ていきましょうかね。社長は木下さんですね。まあ、かなり優秀なんでしょうね。はい。JPX、ね、コンピューターで全部やってますから、人が動いてることはないんですよ。ただ、停電さえなければ。ね、でまあ、バックアップのバッテリーもあるでしょうけど、停電さえなければ安心した、会社だと思います。で、まあ、働かずして利益を得るという知的財産で、会社を動かすというところなんで、社員数はそんなに必要ないと思いますね。ですから、役員が8名もいらっしゃいますけど、そんなにいるのかなっていうところもあります。はい、そして、あ、まだまだ、なんと役員が16人もいるんですね。はい、まあ多分いろんなところから来てるのかな。はい、では、コーポレートガバナンス、まあ何をやってるかですね。ということになります。はい、では、一番候補の方が木下さんですね。で、もともと大蔵省に入省してるんですね。はい、で大蔵省、まあ多分いい学校出てるんでしょうね、国立大学でね。うん、でいろんなこう課長を得てきてね、大蔵省の課長ってもうすごいもんですよね。で局長で、大臣官房総括審議官、すごいな。はい、ね、で財務事務次官までなると、だから多分ね、公務員の最高峰を経験してるんですね。はい、それから、まあ、この JPX に入ってきてるということですね。ですね、会長職の予定ということですね。
上場会社役員兼、かねてはいない専属なんですね。で次の方、山地さんですね。こちら野村証券出身ですね。はい。で、人事部長をやられていると。はい、20年間勤めて人事部長になられていると。で、取締役になっているのは、それからさらに1年後ですね。で、いろんな外国の会社に勤めて社長に。まあ、多分そうすると野村証券さんの子会社とかそんな感じで、まあ、野村証券の専務執行役員に戻ってきているということですね。はい。で、2013年から、JPX の取締役になってるんですね。で、JPX の取締役になるには兼務が、まあ、してないということが、こう、ゼロ件って書いてますね。はい。まあ、10年間 JPX に勤めてるんですね。次の方。はい。これは東京証券、この会社に入って、まあ、いろいろ経験してきてるんですね。はい。まあ、いろんな地方、を経験してきてるということ。はい。で、次の方は、横山さん。これも東京証券取引所に入ってますね。はい。まあ、当時、86年ということは、オンライン、ネットワークとかなかった時代ですから、まあ、手でやってたんですよね、昔はね。手の合図でね、紙でやってたんですよね。はい。はい。で、次は、電源開発っていう株式会社と。どんな会社なんでしょう。まあ次もだいたい日本電機、日本 NEC ですかね。NEC とか、あと生命保険文化センター研究員。太田さん、あ、私よりかね、だいぶ上ですよ。この写真若いな。ちょっと古いんじゃないかな。はい。次、ビール会社。アサヒ麦酒っていうのかな、アサヒビールか。現在のアサヒビールに入社してるんですね。で次は石川島播磨重工。次は、こちら作家さんなんですね。あ、こちらの方を別の会社で見たことあるな。うん。どこだったっけな。三菱自動車。あ、日本タバコ。ああ、JT だ。JT で見たんだな。ああ、なるほど。まあ、そういうね、大きい会社の取締役になれるんだから、相当優秀なんでしょうね。で、私がだいぶ上ですね。はい、写真もなんか若く見えるけど、どうなんだろう。ね、うん。はい。こちらは伊藤忠出身、商社出身ですね。うん、はい。あ、弁護士の方。まあ、この辺になると、公認会計士とか、そんな感じかな。あ、警察庁出身ですね。すごい。警視庁長官。あ、警察庁長官ですね。おー。すごい。これは監査法人の方ですね。という、新任の方ですね。まあ、こうやって見ますと、本当にね、すごい方がやられてるんですけど、ね、どうやったらね、そこまで頭良くなれるのかというね、私もちょっとね、疑問がありますね。すごいなと思いますね。はい。で、決算とかね、まあ、これは当然、ね、機械が勝手に働いてるからね、来られない限り大丈夫です。で、バックアップのシステムもあるだろうしね、はい。まあ、いろんなね、こう書いてあります。難しいことが飛ばします。はい。で、収益。ほとんどが収益でしょうね。原価なんかない。ほとんどないんでしょうね。はい。利益。で、このね、社員が結構いてですね、まあ、そんなにない、必要ないとは思いますけど、それまた給料結構いいんですよね。うん。確か。ね。はい。で、監査法人。ね。まあ、ぜひね、私もこういうところに就職したいです。はい。ということで、JPX の株主総会でした。以上です。役員人事だけですね、基本的にね。以上です。